パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。トランペッター、ソ連軍 KV-2 重戦車です。これはギガントって言っていいんですかね。まだタメが初めてキット発売した時はギガントって名前だったんですけど、ヤクトパンターをロンメルって言っちゃいけない程度にまずいのかな。はい、トランペッターの、ケブイツですね。はい。なんですか、この車両っていうんですか。いろいろキット化に恵まれてない車両っていうのが、あるわけで、これも、ご多分に漏れず、その手の車両ですね。現在、タミヤとこのトランペッターですね。トランペッターは、バリエーションで2種類発売してますけど、この3つぐらいしか買えない状態なんで、非常にキットの少ない恵まれない車両っていう感じですかね。はい、はい、とりあえず早速中見ましょう。組み立て図とこれは塗装図ですね。これはホート周りですかね。はい、手法の基部がありますね。立体分割組み立て式です。これは天輪ですね。これは何だろう、車体ですね。はい、箱組みが必要ですね。これも車体と一部サスペンション、これも車体ですね。あと天輪の一部とか、デカール、はい、応答ですね。はい、中にクリアパーツとワイヤーが入ってますね。あとベルト式の履帯も入ってますね。箱組み済みの下部車体。あと今回はさすがに金属更新用意しました。おなじみの RB モデルですね。パーツは以上ですね。組み立て説明図です。英語と中国語ですね。当たり前かな。で、初っ端はパーツ図ですね。で、ここは下部車種の、箱込みしてるものにパーツを貼り付けるところからっていう感じですけど、こういう細かいところに位置がきっちり書かれていて、はい、左右間違えないようにっていう配慮ですね。はい、親切ですよね。で、パーツ、上部車体のパーツを貼り合わせる。はい、で、足回りの基部つけて、リアパネルつけて、トーションバーつける。で、細かい、点検パネルとハッチ類つけて、で、スプロ系という通りはここからなんですね。はい。なんかすげえな、でも。スプロ系も誘導輪もパーツが4つあるってことですね。凝った分割ですよね。で、あれですね、細いパーツはやっぱ重心ですね。はいはい。で、履帯を組み立てるの。これベルト式のやつですね。で、天輪をはめて、履帯を巻いて、これですね、フェンダーの取り付けですね、この指示架。で、砲塔ですね、はいはい。砲塔は結構、分割っていうか、くっつくものがそこそこあって、工作そのものは楽しそうだな。
で、こうですね、工具箱をつけて、これ多分先っちょの指示カーをつけて、で、金属線はこのサイズでと。はいはい。ああ、まあ一応2本分はあるってことですかね。はい。必要なものは一応揃ってると。はい。で、フック取り付けて、完成と。うん。うん、まあまあシンプルな車体でパーツの数もそんな多くなさそうですね。はい、組み立て説明図です。塗装図です。まあシンプルに1個ですね。はいはい。いやまあいいんじゃないですかね。箱組み済みの株写真ですね。はい。まあ側面っていうんですか、まあ、特に何もないです。何もない。うん、まあ穴が開いてるだけですね。はい。カーブ、まあカーブはまあ中ボルトとかモールドがありますね。うん、まあ箱組み済みなんで、まあ組みやすそうって感じですかね。はい。特別そうですね。まあ溶接跡とかの表現はないかな。はい。まあ普通の、箱組み済みのカーブ写真です。オートです。まあ意外に複雑な形状してるんで、まあ、組んであるというのは楽ですね。で、まあ、こういうところ、溶接跡は、まあ、きちんとモールドされてますね。これは上、はい。ベンチレーターっていうんですかね。まあ、こういう通気口みたいなやつは、もうついてますね。はい。まあ、多分、キューポラっていうんですかね。はい。社長用のハッチと、ね、まあ、銃眼みたいなものをつけるって感じですかね。うん。で、表面は一応ザラザラしてます。ただ、特別、その、鋳造とかしたような感じの表面ではないですね。うん。普通の梨地ですね。うん。車体と外側につくパーツですね。はい。あと、方針が見えますね。これは株写真の脇につくパーツですね。箱組み済みの車体がまあなんかツンツルてんで何もなかったですけど、これを貼るんですね。はい。結構かっきりとモールドされてますね。はい。いや、いい出来じゃないですかね。はい。車体につく雑具箱とか方針とか、まあ細かい服とかですね。まあこれですかね、やっぱりね。印字とかいいんじゃないですかね、すごく。うん。脇のモールドもいいと思いますね。これ結構リアルですね。はいはいはい。インジェクションで結構、うん、綺麗に抜けるんだな。はい。この辺のパーツもすごい細かいですよね。で、牽引ロープの服の先っちょですか。なんか、こう、曲がって作られてるんですか。はい。そういうのありますね。はい。オート周りのパーツです。まあ、これですね。手法の、まあ、器具ですね。棒順か。はい。もう、この辺とかも、なんか、ほんと、がっつり溶接しましたっていう感じですね。はい。表面処理っていうんですかね。鋳造のすごい表現、ゴツゴツしたものは、今のところないですけど、まあそこそこ、これも古いキットなんで、当時はまあそういうのあまりやってなかったってことですかね。うん。フックとかすごく細かいし、これキブですよね。はい、正面の。うん。まあこういうところのモールドとかも、まあ今風に言えばまあおとなしい感じなんでしょうけど、よくできてると思いますよね。うん。車体につくパーツと一部、ホイール類が入ってますね。このランナーはリターンローラーとか、あと、さっき入ってた車体脇の雑具箱ですかね。ここもう一式入ってますね。あとは、これは、後部車体の脇につく、エンジングリルの上につくメッシュ。あと、これですね。これフック。ソ連戦車についてる、割とよくあるフックの先っちょですね。うん、ターレットリングとか、あとは機銃の器具とかですね。
リターンローラーですね。まあまあ、普通ですかね。なんかまあ、さっきのばっかやってたんで、結構これはよくできてるんですけど、もう普通とか言っちゃってますよね。本当申し訳ないですけど。まあでも十分いいんじゃないですか。はい。こうですね。もう一式ついてるんですね。はいはい。なんか共用パーツしてるのかな。うん。あとこれはまあソ連戦車によくあるパターンのメッシュですね。はい。まあ細かくよくできてると思いますよね、メッシュの部分とか。うん。でフックはスライドカーナー型使ってますね。穴開いてますね。うん。いやー、これは重心なんでしょうね、多分ね。オートエア全面走行のところにつく細いな。いやいやいや、うん、まあさすがですよね。はいはい。いろんなパーツが入ってます。もう目につくのは誘導輪、機動輪、それからまあ車体の上部の走行ですね。あとリアパネルとか、はい、まあ目につくとこから行ってみますか。上部車体ですね。はい。まあ、溶接跡はまあ普通にありますよね。はい。で、まあ表面は、まあ車体とか砲塔と同じで普通の梨地。うん。なんですかね、まあこう割と細かく分割してあるんで、KV戦車のこうイメージからは違うんですけど、まあこういうパーツを実際溶接してたっていうことなんでしょうね。うん。これ誘導輪ですね。はい。まあよくできてると思いますよね。多分この頃だとプレス成形だと思うんで、まあそんな感じですね。うん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 。クリアパネルですね。うん。この辺のパーツはもうサスペンションなのかな。うんうんうん。これ気取りの裏側ですね。いや、まあこういうところいいですよね、ごつくて。こう気取りの表側ですね。はい。まあなんですかね、こうごつさって言うんですかね。はい。まあ荒削りとかって言うとまた怒られちゃうのかな。はい。まあでもソ連戦車らしい感じですよね、これ。こういうフックとかも、うん、これ多分砲塔の上につくやつですね。うんうんうん。気取りの基部とか、うん、ああ、これはあれですね。リターンローラーの基部なんですね。うん。いや、ボルトとかきっちりついてて、いい出来だと思いますね。まあ、車体の外側につくもんですね。フェンダーとか、リアのエンジンデッキの上とか、この辺は、あとまあ、トーションバー。で、これはホイールキャップだな。多分、キドリンのやつですね。ハッチ類。などなど。で、真ん中のやつは、一番目立つって言うんですかね。車体とフェンダーをつなげてる、三角形の指示カーですね。フェンダー、これできいいんじゃないですかね。こういうところですね。ちょっと見づらいですけど、細かいリベットの跡がちゃんとついてます。この辺も。で、スライドカーナー型使ってここですね、先っちょも一体モールドできちんと、はい、できてますね。うん。でこれはまあ、あ、多分後ろのエンジンルームの上とかですよね。いやー、なんだろうな、うん、改めてキットこうやって見ると、KV戦車ってすごいシンプルな車体なんですね。なんです、これといってそのゴテゴテしてないっていうんですかね、はい、もう本当に必要な面で作られたっていう、はい、まあある意味当時のソ連のこう生産性を良くした設計って感じですね。まあこれは静かですね。うん。そこそこまあ薄いですけど、まあちょっと削りたいかな。はい。これトーションバーですね。うん。まあ、この辺はホイールキャップですよね。まあ、結構繊細なモールドって感じですね。うん。まあスケール的に結構細かいってことですよね。はいはい。これは8類ですね。うん。
いや、いいんじゃないですかね。はいはい。天理です。同じランナーが2枚ついてます。天輪ですね。これいいんじゃないですか。はい。さっきその僕が言ったそのなんていうんですか、荒削りっていうんですか。まあ悪い意味じゃなくて、生産性上げるためにもう結構ね、いろんなパーツを強化したりとか、はい、観測を測って作られたんで、ロシアの戦車っていうんですか、まあ、ソ連の当時の戦車、まあ戦災っていう感じじゃないですよね。はい。まあもちろん T34 とかすごいスタイルも良くて、かっこいい戦車なんですけど、その作りってことになると、まあそういうイメージで、そういう特徴っていうんですかね、まあよく捉えた出来っていう感じですね。うん。いや、もう一回言いますけど、これはぼちぼち古いキットなんで、はい。いや、これはいいな。部分分割機能履帯です。これも同じランナーが2枚入ってます。はい、まずこれですね。もうたわんでますよね。はい、その自然なたるみをもう表現してるっていう感じで、多分部分分割のこういうやつってこの時期のトランペッターあたりとかが多分講師だと思うんですけど、まあ、当時からこういうことをまあやってくれてたっていうことが、まあまず驚きですよね。はい、でこれがまあ表面ですよね。まあいい出来でしょう。はい、もう申し分ないと思いますよね。組み立て式のやつね、他にフリルとかモデルカステンとかももちろん出てるんですけど、まあ組んじゃったらもう多分こんな風になるんで十分リアルだと思いますよね。もう見えます、この辺のピン、細いピンとかちゃんとモールドされて抜いてやりますからね。いや、これはいい出来でしょう。裏側です。まあディティールはまあいいんですけど、まあ、押し出しピンの跡はすげえいっぱいありますよね。はい、尋常じゃない数だけど、まあ当時の技術だからこれはもうしょうがないと思いますよね。もう出来に免じて、はい、履帯の出来に免じてもう頑張って削りましょうっていう感じですね。はい、いやでも本当にもうこういう細かいところとか、これはこれで僕は素晴らしい出来かなって思いますね。ベルト式の履帯です。まあディティールはすごくいいと思います。はい、でたまにあるんですけど、押し出しみなとはないですね。はい、まあ使いやすい履帯だと思います。ベルト式の履帯に関しては、まあ僕はまあ結構まあディスってるんですけど、まあ需要は基本的にあると思ってますし、これでいいっていう人もいらっしゃるんで、まず両方ついてるっていうのはありがたいですね。で出来も非常にいいんで、はい、まああまりけなすとは怒られるんで、はい、まあこれ出来はすごくいいと思います。はい、柔らかいですし、はい、クリアパーツです。もうシンプルにライトのレンズのみです。同性のワイヤーですね。より線です。フックをつけてワイヤーにしろっちゅうことなんでしょうけど、キットの中にフックがいっぱい入ってた割にはこれしかないんで、まあ、足んねえなっていうのが正直な感じですね。はい、あとまあ自分でまあ似たようなものを用意するってことですかね。はい、レガールです。紙で保護してありました。もうシンプルにレッドスターですね、2種類と音の横のスローガンが2種類。まあ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 十分じゃないですかね。結構写真とかいっぱいあるんで、書きたい人はもう手書きで頑張りましょうって感じですかね。はい。RB モデルの金属方針です。まあ例によって、これだけです。はい。まあ、必要ないですよね。いやー、ごっついですよね。まあ、さすがに、このサイズだと、モナカだと、ちょっとねって感じですよね。はい。パーツの紹介は以上です。総評です。まあ、よくできてたなっていう感じです。まあ、他にタミヤのキットしかないので、スケールモデルとして捉えるともうこれしかないんで、だからしょうがないっていう意味ではなくて、まあ十分、良かったなと思います。まあ何分古いキットなんで、今の流行っていうんですか、
表面処理とかパーツの分割とか、まあ、そういう解釈に関しては、まあ、全然、まあ、こう違ってたわけなんで、あれはあれで、まあ、僕は良かったなと思います。立体の出来なんかはすごく良かったですし、当時あれだけのものを作ってたってことですよね。びっくりしました。どうかなみたいな部分もあったんですけど、ベルト式と両方入ってたんで、まあもともとベルト式だったものにキットですよね、パーツを組み込んだっていう感じではなかったですかね。はい。で、まあトランペッターは、まあ結構前に38等戦車やりましたけど、全体的にまあこうオーバーな表現のないメーカーだっていう印象なんですよね。なんでまあボルトとかリベットの表現もすごく抑えめなんだけど、多分ですよ、リアルスケールだってことだと思います。はい。リアルにスケールダウンしてああいう風になってるっていう風に僕には思えたんで、まあああいうところをまあプラモ的表現っていうんですか、強調するのもまあありですけど、まああれはあれで全然 OK だなと思います。ただまあやっぱり現状考えてみると、車体の表面とかですよね、走行表面はまあ結構いじりがいがありそうな感じだし、溶接跡とかですか、はい、まあ特に砲塔はすごい目立つ戦車なんで、まあ、溶接跡とかもまあいじりたいなって感じですけど、もう今はもうそのテクニックっていうんですか、はい、手法がもうすごくこういろんなモデルの人が開発されてまああるんで、鋼鉄買ってもいいし、伸ばしランナーつけて、はい、接着剤で溶かして、まあ、カッターで切るなり、まあ、本当にいろんなテクニックあるんで、まあ、いじりがいありそうですよね。はいはい。あとは、まあ、あれかな、フェンダーの支持下ですか。フェンダーの支持下は、まあ、アベールとかからは、このキット用は、フェンダーが別売されてるくらいなんで、まあ、ああいうところはちょっとシャープにしてな、っていうことぐらいじゃないですかね、いじりたいって。まあメッシュのところはまあプラで成形されちゃってたわけですから、まあ車体後部のまあ排気っていうんですかね、空気穴のところですか、まああれはでも正直出来だったら塗装でなんとかなっちゃいそうな気はしますし、はい。でまあ車体の後ろの脇のでっかいまあ雑具箱っていうんですかね、まああれもまあ十分よくできてたって感じですか。ただまあプラで成形されてるんで、ダメージ表現とかはちょっと難しそうだなっていう印象ですけど、まあまあまあ全体的にはもういいい出来と言わざるを得ないですかね。まあ言わざるを得ないってなんか失礼ですよね。まあよくできてたと思いますよね。まあでもこの戦車はもう本当にきっと置かないですから、タミヤですよね。タミヤ最近古いキットをこうリメイクっていうんですか、 M10 とかもそうでしたけど、すごくいい出来でしたから、まあやっぱりちょっと再販欲しいなっていうジャンルですかね。はい。ソ連の戦車なんでこんな人気ねえのかなって思っちゃいましたね。T34 とかはね、本当に76の溶接砲塔のやつなんか僕は結構好きで、再販とかまあ心臓で欲しいなっていうまあ戦車ですけどね。はい。まあまあその辺はまあメーカーさんにまあちょっと頑張ってもらいたいっていう感じですよね。はい。今日はねちょっと雨が降っててノイズがもしかしたら入ってるかもしれないんですけど、まあこんなこともあるってことで、はいはい。まあ今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。